キチャンネル。ジョン。こんにちは。さあ今日は千葉ロッテマリーンズっていうところですけどね、はい、うん、ドラフトのね、どう誰を取るのかみたいなところでね、はい、いろんな議論を渦巻いてね、はい、コメント欄がいい感じで荒れてましたけどね、はい、いいっすね。え、そんな荒れてました？うん、でもね、ネット関連もだって、ドラフトの日、はい、2位で友杉選手を指名した時に、はい、里崎ぶち切れ案件みたいな、もうめっちゃ出てたよ。え、そんなですか？めっちゃ出てたな。でもね、99.9% の人が、はい、俺がロッテのドラフトの時に、うん、語った本当の意味を理解してる人は、ネットとかエゴサめっちゃしたけど、コメント欄とかも、はい、うん、99.9% の人が俺の発言の本当の意味を誰も理解してない。へー、ほんと。え、佐藤さんなんて言ってたっけ？二遊間ショートとか取ったらもう脳内。ああ、言ってましたね、うん、はい、この本当の意味がね、うん、理解してないんだよね、まだみんなね、はい、そっか、今までいっぱい取ってきたのにってね、言ってましたもんね。だってロッテ言ってるんでしょ。ロッテは即戦力のピッチャーがやっぱり欲しいねっていう話と、うん、まあ、であれでしょ、松川のライバルでキャッチャー高校生一人取ってもいいかもねっていうね、はい、下位で高卒キャッチャー取ってもいいかもしれないねって言ってましたね、はい、っていうところでね、はい、まあ、1位はね、庄司投手行って、はい、で重複して抽選で外してね、吉井さん行って、はい、あったのね、当たる9時、はい、最初に引いたからね、うん、で外してね、うん、で菊池陸投手専修大学、はい、で2位が友杉選手、うん、天理大学から、はい、内野手で、3位が田中春也選手、はい、投手ね、日本文理、うん、高校生ね、で4位が高野翔太選手、シュータですか、シュータ選手、うん、日本ツーンから、投手で、5位が、金田優太選手、浦和学院、ね、内野手っていう、はい、で育成で古川、白浜、勝俣、黒川選手、はい、投手内野内野っていうね、ところで、試合下では投手3人内野2人で、育成で投手2人内野2人っていうね、でキャッチャーとか外野は誰も取らなかったっていうね、ところのドラフトなりましたけど、はい、まずね、この菊池選手、はい、ね、専修大学、今だからトートの2部なのよ、はい、で、なんかその2部にいるからもう圧倒的な数字の結果を出さないと、うん、やっぱ一部じゃないから評価してくれないからって言って、はい、気合い入れて投げて、うん、防御率このドラフト当時、うん、までは 0.6 台、はい、で4勝1敗、はい、5戦2先発して、うん、素晴らしい活躍 そうですね、ね、うん、入ってきてね、うん、だからどうなんか吉井さんはなんか2桁勝つローテーション投手になってほしいって言ってたけど、うん、一歩間違ったら守護神もあるよね、はい、俺は思ってんだよね。守護神下手したらオスナのね、ソフトバンクの横槍も入ってきてるしね、はい、取るとかね、うん、あとはメジャーに変えるかも分かんないし、はい、ってなったところで、うん、俺は一歩間違った菊池のね、抑えもね、うん、ひょっとしたらあるんちゃうかっていうのを俺は見てるけどね、まあ、基本的にはまあ先発候補っていうね、はい、まあ、大学ジャパンにも選ばれてるね、ピッチャーですね、うん、これは楽しみだね、はい、で2位がね、友杉選手、はい、でもめっちゃレベル高いんだよね、はい、友杉選手は、はい、だから俺は別に友杉選手を否定してるわけでもなくて、はい、上位でショートをまた取ったら脳ないよって自分で言ってるようなもんだよっていうね、はい、って言ってましたね、うん、って言っただけでね、はい、で3位が高校生田中投手ね、はい、だからまあその中森とかね、うん、佐々木朗希で横山とかね、はい、まあ、こういったところの若い投手たちと切磋琢磨しながらっていうね、うん、未来で4位が高野投手、投手、うん、だからこうリリーフ抑えだからこれもリリーフ候補だね、全体的に多分その投げるところはね、うんうん、はい、でなんか広畑を先発にさせるかもとかってね、はい、吉井さんが言ってたからね、うん、まあまあリリーフ候補でどこまで来れるかっていうね、はい、大体ロッテはね、買い指名の投手リリーフ引きがちっていうね、ああそういう傾向が、うん、増田とかもそうだしね、はい、あそっかそっか、東條とか、はい、で5位が金田選手、うん、内野手ね、高校生だからね、はい、高校生はいいんだよ、だから俺がね、なんで言ってるかっていうと、うん、これもうね、年齢分布図ね、見てもらえば分かるけど、はい、来年ね、うん、来年の年数です、うん、年齢です、はい、ってなった時に、ね、内野で考えると、まあ、池田ライトね、はい、24歳で、茶谷、小川が25歳、で平沢福田が26歳、うん、もう24、5、6で内野1、2、3、4、5人いるのよ、5人もいるんだ、そうで30歳に藤岡、はい、で31歳中村、うん、で32歳三木、うん、っていうところがそんななってて、うん、若い世代内野誰もいないのよ、はい、ってなった時に、うん、で今年ねこの友杉選手取るわけじゃんね、はい、ということは来年で23になるから、はい、もうここの
池田ライトの下に入ってくるわけじゃん、はい、ということは23から26までにショートが 1,2,3,4,5 人いるわけよ。わお。で、まあ、ネットも含めて、はい、そんなもんいないんやからそれは取るやろって、うん、いやいやいるやんみたいな、はい、でも結果残せないだけじゃん、うん、ってなった時によ、じゃあ中野とか、うん、源田とか、うん、みたいにもう何も教えなくても、うん、すぐレギュラーになって日本代表になるレベルのクラスになる内野手をもうガチャ引きまくりますみたいな、はい、なのっていう、はい、いやこのそうなってくるとね、まあ、中村翔吾の FA 次第っていうのもあるけども、うん、もし残留した場合よ、はい、ショートも一ポジションしかないわけ、うん、でそこにまあ多分池田はショートじゃないと思うから、はい、あれだけども、あの茶谷、小川、福田、平沢、藤岡、うん、5人ね、はい、で、あのルーキーのこの友杉選手、はい、6人ね、はい、ダブ使いポジションですね。どうすんのってショート多すぎ問題っていう、うん、しかも攻守でスピード感あふれるプレーを見せる内野手、広角に位置を分ける選手の良さが武器、うん、大学では2度の首位打者、うん、っていうところでよ、仮にスピード感あふれて攻守でいいプレーができるんだったら、うん、守備固めいらないね、はい、って言ったらもう帰る人いないんだよ、で中村守備固め出てこないじゃん、うん、だからもうベンチいらないんだよ、はい、でこいつはどうすんのっていうダブついてトレード出すかっていうですね、結構人いますね。で若いやつらがいないから、はい、そこら辺がこのダブついた選手たちが誰か結果出して、まあ、最悪レギュラーになれればいいよ、うん、なれなかった場合この選手たちが30前後に来て空洞化激しくてもうエンドレスガチャ引かなきゃいけなくなってくるんだよ、うん、どんどん、はい、当たり引くまで、うん、いやいやいやと。だから俺はこの金田選手、はい、あとはこの育成の、うん、あ袴田枠、うん、勝俣で黒川選手は高卒だから、うん、それは良かったと思うのよ、うん、この若いところに来るから次世代に向けてっていう、はい、うん、でもこの友杉選手の能力があるとかないとかじゃなくて、このどうすんのっていうっていうことはね、昨年までコメント欄でもあったけど、昨年までのドラフトが失敗したっていうところで、うん、それを反省を生かして取りに行ってんだからそんなん当たり前やろ、まあ、それはもちろんね、はい、ってなった時によ、うん、一番考えなきゃいけないのは監督コーチっていうのは結果を残せなかったら、はい、ってなるわけだ、はい、ドラフト失敗してんだよね、うん、誰が責任取ったんですかっていう、スカウト誰が取るんですかねみたいな感じになるわけじゃん、はい、っていうところが本質なわけよ、はい、失敗を見つめて先に進むのはそれしか OK よ、はい、行かなきゃ、うん、でも現場は現場で井口さんとか失敗したとしたらクビになるわけでしょ、はい、コーチもクビになっていくわけでしょ、うん、失敗してんだよね、はい、どうなんだろう、どうなのか、どうなのか、どうなんですか、スカウトって入れ替わってるんですか、どうなんですか。でもスカウトの下よりやっぱ長じゃん、そこら辺の責任取っていくわけでしょ、はい、いきなりだって平社員が責任取らへんやろ、まあそっか、うん、っていうところが俺の本質なのよ、はい、でどうなのかなっていうところは、だからこれはもう昔ね、宮本慎也さんの、はい、だいぶ昔になるけども、うん、宮本慎也さんが対談した時に、はい、あのコーチになってね、小川さんの時全部そう、宮本慎也さん対談する時のあの動画でもかなりあの厚めに、うん、あの厳しく言ったけども、はい、全部現場に責任を押し付けて、うん、フロントは誰もクビにならへんのかと、はい、フロントの責任もあるんちゃうんかと、うん、なんで全部現場に押し付けるんやっていうのが俺の一つの意見だったりするわけ、はい、だからそうどうなんですかっていうのが俺が言いたいだけ、うん、本質は、うん、まあでもね、いなかったら取っていくしかないけど、はい、これまた はまらなかったらどうするんですかっていう、だ友杉選手がもう即戦力としてがっつりハマったらハマったで、あじゃあもうやっと成功したねってなるかもしれない。でもそしたらもうこの選手たちいらないの、でもめっちゃ空洞が残るよ。そうですね。で昔は昔で外野ばっかり取って、はい、で空洞化になっていくのよ、うん、困っていくじゃん、はい、でやっと高部とか出てきて、うん、っていうのはあるけどもね、はい、だからそういったところがどうなんやっていうところが本質なわけよ、うん、まあ、それをどう捉えるかはね、まあ、皆さん次第だけども、はい、ね、だからまあどうすんだろうねっていうね、うん、ところで、でもこの金田選手とか、はい、この育成のね、この高校生の内野手を取ったっていうのは、うん、年齢の分布図見ても良かったなって思うのと、はい、あとまだまだもう一問題あるのよ。もう一問題あるんですか。うん、ロッテはね、はい、うん、問題山積みなのよ、はい、まあ、だからね、この高野選手をね、はい、取ったのは良かったと思うのよ、はい、その何かっていうと、うん、もうこの年齢分布図を見ると、はい、強いチームと弱いチームがもうはっきり分かんのよ、うん、へー。でこの投手陣、はい、ロッテ、うん、左25歳以下秋山一人のみ、うわ本当だ、全くいない、全くいない、25歳以下がよ、はい、でこの高野選手、うん、取るじゃん、うん、来年25だからね。あ、そうなんだ、だから今24だから、社会人出身だから、うん、来年25なわけよ。お、
社会人3年目だからね、はい、うん、だから、うん、あ、社会人2年目か23、はい、でだから来年25になるのよ、うん、うん、若い左ピッチャーいないのよ。本当だ。でここでね、あの浦和黎明高校から、うん、吉川選手育成取ってるけど、はい、まあ、育成が支配下になったらもう奇跡的な感じじゃん、まあ、元前とかもそうだけど、ね、うん、だから左全くいないのよ、うん、だからこういったところが、ね、他のポジションを厚くするとこういった弊害出てくるのよ、はい、どっかがぽっこり開くみたいな、だから左いないのよ、はい、ロッテにはちょっとバランスが取れてないっていうことなんですね。めちゃくちゃ悪いのよ、うん、だこういったところが、まあ、どっかに変調していくとぽっかり開くっていうね、うんうん、ところが出てくるから、ちょっと左の若手が全くいないところがかなり、まあ、社会人出身であるけど、まあでも高野投手は取れてよかったなっていう、うん、だからそこがうまくはまらなかった場合は、うん、そこ下からの突き上げないからね、うん、下がいないからね、はい、全部鈴木、成田、佐藤が26歳、うん、で元前27、はい、で小島、中村が28歳で土肥は占領下になって、で坂本トレードできて30歳でロメロ32歳という、ね、はい、ところでちょっと左の、うん、その年齢分布図のバランスがちょっと悪すぎるっていうね、はい、ところはちょっと心配になるね、はい、ところはあるけども、まあ、このね菊池選手はかなり期待値、うん、楽しみな高いよね、ピッチャーですね、うん、でこの高野選手ね、はい、でロッテは左のリリーフがいないからね、はい、ここどううまくはまってリリーフを構築していくかっていうところと、あとまあね田中選手、金田選手はまあねしっかり未来に向けて、未来に向けてってなるじゃん、はい、内野手なるじゃん、思うやろ、はい、もう一つの問題、はい、まだあるんですか問題、うん、野手ダブついてんだろ、はい、2軍しか試合ないんだよね、はい、試合出れないからね、そっか、同じ内野手がダブついてるから、だから試合出れないんだよ、この人たちも出にくくなっちゃうけど、そうそう、全員が出にくくなるから、育成しなきゃいけないのに、うん、ダブついて人多すぎると育成しきれなくなるんだよ、あ、試合出れないから、だからそういった問題もあるんだよ、だからまあ、はい、いい悪いは賛否両論あるからいろんな問題あるけど、うん、こいつ育てるってなると、うん、もうそれしか取んないのよ、だからヤクルトでも村上育てるってなったらもう村上しか取ってないのよ、はい、そのポジション、うん、でハマらなかったらやばいよ、はい、でもハマるようにもう育成して狙って取って、うん、でそれがスカウトの目利きと現場の方針が合致してすごい選手になっていくわけだ、はい、でもダブついちゃうと、いやそんな誰が出てくるまでそれはもう取んなきゃ、もちろんその通りなんだけども、うん、でも同じ年齢でダブついちゃうと試合出れないからね、はい、そうですね、そうなってくるといるだけで試合出れなかったら育ちにくいじゃん、はい、でなるといるのにまたそこが育ちきれなくなってくるわけ、うわー、あ、そういう弊害が出てくるんだ、そう、試合出れないからね、はい、同じポジションでってなった時に他のポジションとか守らなきゃいけなくなった時に、はい、で結局守備が上手くならないとか、うん、平沢みたいにね外野もやったりなんとかしながら、うん、で去年首位打者でしょ、うん、ファームででもいろんなポジションやるから守備上手くならないし、うん、でも一つのポジションで勝負をかけるってそこばっかりやったらひょっとしたら上手くなるかもわかんない、はい、でもダボつく、うん、試合も出さなきゃいけない、打席にも立たせなきゃいけない、うん、じゃあポジション回すとか、でも結局一軍ではそこ求められてる、はい、でも練習してないから上手くなってない、うん、っていう弊害も起きるわけ、はい、だそういったところは若干心配だね、そうですね、うん、まあ、吉井さんも多分3年はやると思うのよ、はい、2025年計画っていうね、だから佐々木朗希を、まあ、中心的になってどうなるのか、うん、まあ、あとやっぱこのね中村翔吾が FA するのかどうかっていうところが、はい、やっぱ一番大きな問題になるけどね、うん、ね、今後ね、はい、含めて、まあでも菊池君にはね頑張ってもらいたいっていうところと、うん、この高野君の左のね、はい、日本ツーンのはやっぱり左薄いからね、うん、そういったところではもう大事だったし、まあ、友継君もね、まあ、当たり引くまでっていう、うん、ところでね当たってくれたらね、うん、ショートが埋まるんでね、はい、そういったところは戦力的にも大きくなるなっていうところのドラフトに見えましたね、うん、はい、まあ来年から出てきてほしいですね、そう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 、うん、頑張ってほしいですね、はい。